はい、こんにちは。そしてこんばんは。白坂和也です。今日はですね、非常にびっくりする話をします。アメリカでは620円ほどするマックのビッグマックが、日本ではアメリカの値段の6割程度の390円で買えてしまいます。これを日本は物価が安くていい国だななんて思ってはいけません。つまりこれは日本の給料はアメリカの6割程度しかないということを意味しています。これが有名なビッグマック指数という考え方です。加えて日本の1人当たりの GDP は大変なことになっています。単純計算した1人当たりの GDP では韓国にかろうじて勝っていますが、購買力平価で見た1人当たりの GDP ではなんと日本は2018年から韓国に負けっぱなしです。その原因がアベノミクスで円安となり、日本は技術革新もないまま現在に至っているのが原因です。